はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から F 上の動画撮っていきたいなと思います。今回は節分のカゲロウの100頭、まあ200頭目、200層目、まあ裏だから100層目でいいのか、まあ200層目、やっていきたいなと思います。パーティー編成としてはこんな感じです。以上、やっていきましょう。では参りましょう。速やかに攻めします。はい、ということでやっていきましょう。まあとりあえずタゲ集中とかそこら辺はこっち側に持っていっとこうかな。はい、いいでしょう。で、まあ無敵貫通敵持ってるんで、まあとりあえずタゲ集中とかガッツ持ってるキャラクター持ってきてます。で、割とね、あの敵がそのチャージ増加の方しかやってこない時があるんで、まあうまいことやっていこうかなって感じかな。で、吸血は打てるときに打っちゃって大丈夫かな。はい、お任せを。はい、お任せ。よし。んで、あ、しまった、ネオニラスガッツつけとかないとこれダメだったな、もったいないことした。一服一服。うわ、怖い怖い怖い。で、一応毎ターンね、敵の方はガッツじゃないわ、普通に、攻撃力ダウンとかしてくれるプラス、あとはあれか、防具のチャージが速くなるぐらいなんで、まあそこら辺も考えながらやります。で、バフはまだ打たないでいい。バフに関してはラスト打ちます。はじめら辺はね、16万ぐらいで、まあエウリアレがいればね、まあ特攻レートつけて、まあガンガン攻めていけるんですが、それ以降ね、ラストがやっぱ結構火力もらないとやばいんで、まあ、とりあえずね、ここら辺はのんびりやっていきます。一服一服。よし。で、次のターンぐらいに多分来るかな、来そうな気がするから、未了で動かさないようにしといて、チャージが絶対あるんでね、敵割とあれか、チャージのやつやってくるんで、そこだけ注意してやっていけばなんとかなるかなって感じかな。よし、一応バスター上げといて、ああ本当はできたらチャージとかのこと考えて、アーツチェインとかしたかったけど、しゃあないね。これタゲ集中しとかないとね、やっぱりアーツのやつがね。突き止め、必殺ゴールデンゴールデンスパーク、ほんとかっこよくなったよね。よし、で、ああ微妙だな、というかコマンドが何もないから、とりあえずこれで殴るしかないね。あ、いいクリティカル、あーいいクリティカル、すごい怖い。よし、で、ここですね。OK、大丈夫。ここのところから、敵がね、倒した瞬間に、強化解除のやつがなくなって、まあ、すげえ強くなってくるんで、あ、倒せなかった。あ、大丈夫だね。そうか、攻撃力ダウンしまくってるからか、押し出しとか。いやー、このね、初めね、なんかちょっとぬるゲーかなーと思った感じでガンガン減らしてったんですが、ラストがね、まあ、そんな簡単なわけないだろうって感じがありましたね。70万持ってるからね。で、ここで弱体化解除する代わりに防御力ダウンです。よし、エウリアでアーツいけるね。アーツ性能上げて、まあ実質エウリアでの魅了が入ってくれたらほとんどこれ勝てるんですけどね、 200% のチャージしとけば。終わった一発で終わってしまった。あなたも検討しました。ただ、いやー、少しだけ足りなかったものがあるだけです。足りなかった以前にエウリアレの特攻強すぎないですか。あー、これ動画分けてやろうとしたけど、まあこれ90と100まとめて動画あげようかな。以上ということで、これで100層目クリアかな、っていうか100層目クリアか。はい、ということで、感無量です。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
マスター。かわいいスクショしとこ以上ということで、まあ、100層、まあ、200層目か、まあ、前回の含めて200層目、クリアすることできました。まあ、今回のやつ、まあ、高難易度ところどころ10層目10層目で結構難しいのあったけど、まあ、最後はあれだね、エウリアレで割と完封できたからよかったね。よし、ということで以上、今回はここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。皆さんも頑張ってここの200と、まあ、めんどくさいですが、まあ一応ね、報酬とかドロは割と美味しいんで、頑張ってみたらどうでしょうかっていうのでしたぐらいかな。うん、ということで、よかったチャンネル登録とか高評価してくれたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。